はい、こんにちは、三島スカーです。今回は以前に紹介したミニスチームデックこと E6 が早々にバージョンアップしたということで早速注文をしてみました。カラーが新しくレトロな雰囲気のホワイトとエヴァンゲリオンみたいな色が追加をされていましたが、今回はレトロなホワイトにしてみました。ボディの形状は旧型と全く変わりはありませんが、以前の E6 は OS が謎の Android で各種設定が全くできなかったり、ROM の追加が非常に面倒だったのですが、この E6 プラスでは OS が独自の Linux OS に変わっていました。そのため各種設定が変更できるようになり、 ROM の追加も非常に簡単になりました。もちろんチップも RK3326 から RK3566 に変わっていて、 RAM も 1GB から 2GB に増えてスペックも上がっていました。ボタンも旧型の E6 とほぼ変わらないのですが、 E6 プラスの方が若干軽くなっていました。操作感が気になる方はぜひ前回の E6 動画もご参照ください。では OS を起動してみます。どこかで見たような Linux OS ですが、一応ゲーム MT OS という OS のようです。ちなみに旧型の E6 は一応 Android OS です。そして E6 プラスは RK3566 搭載ということで、 PSP や DS64 やドリームキャスト、サターンあたりのエミュレーターもそれなりに動作をするようになっているはずなので、各ゲームパフォーマンスは後ほど確認をしていきます。では次は新旧のディスプレイやスピーカーの比較をしていきます。多分同じディスプレイとスピーカーを使用していると思うので、輝度や音が違うのは OS によるものだと思います。ディスプレイの発色は見た目はほぼ違いはありませんでした。ディスプレイの遅延も驚くほどは変わりはありませんが、 OS の関係か若干 Linux OS の E6 プラスの方が遅延が少ないようです。そしてスピーカーも E6 プラスの方が音が大きく、最大音量では音割れをするほどでした。ではここからは実際にゲームを動かしていきます。まずは適当にアドバンスを動かしてみましたが、もちろん全く問題なく動作をします。フィルターをガンガンにかけても普通にプレイができると思います。メガドライブも画質や音がいいので、なかなかの迫力で遊べそうです。
ではここからは本題の重めのエミュレーターになります。まずは Nintendo 64ですが、音量は MAX のせいで多少音が割れていますが、なかなかの動作だと思います。完璧ではないですが、フレームレートもゲームをする分には問題がなさそうです。マリオテニスは最適化不足のせいか、かなりガクガクでまともにプレイはできませんでしたが、ここまで動かないタイトルも稀で、基本はほぼ全ての64タイトルが動作すると考えていいと思います。次は PSP です。軽い 2D やノベルゲームはフレームスキップなしで動作をします。ただし、重めの 2D や 3D ゲームになると、フレームスキップなしでは速度が落ちてしまうようでした。ただし、その場合でもフレームスキップは1でもかなり動作の改善はするようでした。人恋しくなりますね。その人恋しさにノスタルジーがくる。この時間こうしてお話しできる愛も。Yeah!
では次はドリームキャストです。ドリームキャストは基本的にプレイは可能ですが、やはり多めの 3D ゲームはフレームレートか速度が落ちてしまう印象です。実機速度にこだわらなければある程度普通に遊べる範囲だとは思います。ではここからは Nintendo DS です。音量マックスだとやはり音は割れていますが、音量を下げれば問題はないと思います。もちろんゲーム速度も 3D ゲームでも全く問題なくプレイすることが可能でした。
最後はセガサターンも動かしてみました。なぜかセガサターンは設定をしてもコントローラーが効かなかったので、ムービーを垂れ流しておきます。ですが、動作自体は 2D アニメーション、3D プリレンダムービー、3D ゲームプレイなど、ある程度問題なくプレイができそうに見えます。OS の更新をしても、特に何も変わりはなかったので、なぜこうなってしまったのかはよくわかりませんでした。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。最近のエミュレーターゲーム機は以前よりも安いお値段でスペックも進化しています。そのため E6 プラスのような中途半端な無名エミュレーターゲーム機はそこまで需要はないかもしれません。その代わり誰も持っていないという所有欲や Steam Deck を所持している方は見た目が似ているので兄弟機のように使えることができるかもしれません。軽いゲームは E6 プラスで、重いゲームや PC ゲームは Steam Deck という感じに使うのがいいのではないでしょうか。個人的には購入時に書いてあったタッチパネルの対応がしていなかったことと、デュアル OS と書いてあったのに Linux OS しか起動しなかったことが悔やまれます。ただ音も大きく画質もなかなかで、筐体も可愛くてグリップもしっかりしています。なおかつ低価格エミュレーターの中では LED ピカピカにも対応しているので、やはり所有欲は満たされるのではないでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手は三島スカーでした。